はい、皆さんこんにちは。通訳案内士の横山と申します。今回は、北海道をやっていきたいと思います。北海道は、日本のですね、一番北側にある位置するですね、都道府県ですよね。で、道ってつくですね、都道府県っていうのは北海道のみなんですね。で、特徴としましてはね、面積が非常に大きいわけですよね。つまりですね、北海道というですね、島全体がね、北海道になりますんでね、面積が一番大きいと。で、ですからね、私みたいにね、地理を説明する人間にとってみれば、北海道っていうのはですね、何回も分けてね、やりたいところなんですよね。つまりですね、面積大きいですから、観光資源もね、非常にいっぱいあるわけですよね。で、しかもですね、観光っていう面で言いますと、国立公園がですね、たくさんありましてね、1、2、3、4、5、6、まあ、6個ぐらいなんですよね、北海道だけでもね。ですから、本当にね、語り出したらね、私も結構ね、語り出すと、ちょっと時間長くなっちゃうんでね、今回ちょっとね、端折りながらね、いろいろ話しますんで、大雑把にまずイメージつかんでいただいて、細かいところは皆さんね、独自にね、やっていただくか、もしくはまた今度私ですね、その北海道の第2弾みたいなのね、やるかもしれないんでね、そこで、詳しく見ていただければと思いますんでね、その辺はご了解いただきたいと思いますね。で、北海道っていうのは日本の食糧基地とも言われてましたね。天才、じゃがいもですね、あと小麦ですよね、生産高が日本一なんですね。広大な土地がありますから、そこでですね、比較的大規模な農業がね、行うことができるということでね、日本のその食料のですね、多くをですね、担っている県でもあるということですね。で、あとですね、インバウンドで言いますとね、1972年に札幌オリンピックがありますね。で、あと大きなイベントとしましては2008年に、洞爺湖サミットと、ブッシュですね、その米国の大統領がね、来日しまして、各国のですね、要人がね、洞爺湖に来たということもありますね。あと、そのインバウンドで言いますとね、オーストラリア人がね、特に好きな方が、ニセコっていうですね、スキー場があるんですが、そこにですね、多数その来日しまして、そこでスキーを楽しまれたりとかですね、あとはその北海道そのものの観光がですね、例えば東南アジアの人にとってみれば非常にこう魅力的な、ね、デスティネーションで、多数の人が訪れていると。雪があるっていうのもあると思うんですけども、非常に広大な土地がありますからね、景色もすごい綺麗ですよね。花とかですね、もう綺麗ですから、インバウンドっていう意味でもね、非常にこう人気ある、ね、スポットであると。温泉もそうですよね。で、今からねちょっと語っていきたいんですが、まずですね、県庁所在地はね、いつも通り、札幌なんで、この辺ですよね、札幌。で、札幌ってですね、皆さんご存じないかもしれませんが、日本で4番目に大きいんですよね。193万人もお住まいになってましてね、非常に大きな都市であるということですね。で、5番目なんでね、その5番目以上になってまして、そのいわゆる京都とかね、ああいうのを模した感じでね、整然とした、ね、街並みが中心部にあるということですね。
で、その札幌についてね、どんどん語りたいんですが、ちょっとその前にですね、ちょっと主要都市だけ押さえちゃって、行かないと時間がないのでね。で、札幌の次がですね、押さえていただきたいのが、ですね、函館ですよね。まあ、函館と言いますとね、我々の世代の人間から言いますとね、北島三郎のね、演歌とかね、まあ、思い浮かべちゃったりするんですが、まあ、その辺はね、私の年齢がね、バレてしまうので、まあ、それはいいんですが、まあ、函館と言いますと、いわゆるその、ここに津軽海峡ありますから、その、北海道にね、まあ、その、電車で行く場合ですよね。まあ、もしくは昔は、青函連絡船っていうね、船でその、まあ、渡っておりましたので、いわゆるその、北海道の玄関口になるわけですよね。で、まあ、私もですね、まあ、昔、まあ、大昔ですけどね、電車で行ったことありますけども、とりあえずね、函館でこう、一回止まって、で、どんどん入っていくみたいなね。まあ、そんな感じで、まあ、とにかくね、いわゆるその、玄関口ですよね、北海道ね。いうことになります。あとですね、観光で言いますと、ですね、小樽っていう都市がありますよね。ここですね。札幌から近いので、札幌に通ってる人もいるらしいんですが、小樽の樽っていう字がですね、結構めんどくさいっていうか、こうなってるやつですね。小樽ですね。小樽というのは、まあ、港町でね、まあ、経済が盛んなところでね、まあ、北のウォール街っていうのを言われてたこともあるぐらい、なところなんですが、ここはね、いろいろね、レンガ造りのね、建物とか、まあ、運河があったりしてね、まあ、観光地として有名であると。あとはですね、網走っていうですね、まあ、この辺ですね。まあ、ここはね、網走監獄というですね、まあ、プリズンがあったわけですよね。監獄がありましてね。まあ、それもありますし、その知床観光のですね、まあ、基地でもあるわけですよね。で、ここにオホーツク海もありますからね。まあ、網走も有名であると。あとは旭川ですよね。旭川が、ですね、場所的に言いますと、ちょうど真ん中あたりなんでね、この辺ですよね。旭川っていうのは、人口的にはですね、北海道2番目に大きい都市なのでね。旭川っていうのは非常に寒いんですよね。まあ寒いって、まあ、気候が非常に寒いってことで有名なんですね。はい、ということで、ちょっとね、都市の話は後でやるので、まあそういう感じで見ていただくと。あとすいません、富良野を見ておかれるんですね。富良野はですね、都市的には富良野も重要なので、ちょうど、まあ、さっきから下のこの辺ですよね。富良野。これもね、観光地として有名になるということですね。で、まずですね、地理的な話しますと、まずですね、岬から押さえていきたいんですが、これが知床半島ですよね。で、ここの先一本が知床岬と。で、ここがですね、根室半島で、この根室半島の先一本が、これが納沙布岬。じゃあ今度この南の先っぽは何ですかっていうと、これがですね、えりも岬ですね。で、これは森進一のね、まあ歌でありますけども、まあ何もないっていうね、歌詞がありますが、まあ何もないわけでもないんでね。ただまああんまりないと。で、あとですね、ここがですね、これ、渡島半島って言うんですよね、これね、このカニの足みたいなところね。
渡島半島と言います。で、ここのポコッと出たね、小樽があるここのとこ、これシャコタン半島って言うんですね。シャコタンって言うんですか、シャコタン。まあ、小樽は違うんですけど、小樽はこっちなんで、まあ、小樽の先ですよね、シャコタン。で、あとですね、上上がってきましてね、この先っぽが、これが東山岬ですよね。まあ、北海道で一番北になると。間宮林蔵の像とかですね、あと、西北のなんか碑みたいなのありますけどね。でここに2つ島ありますけども、礼文島とですね、利尻島なんですね。で、礼文島と利尻島は、何で有名かというと、植物ですよね、高山植物で有名なんですよね。で、今度はですね、湖を見ていきたいんですが、ですね、まずですね、有名なところで言いますと、ここにですね、洞爺湖があるんですね。ですね、ここにですね、洞爺湖ですね。洞爺湖サミットがあった洞爺湖。で、ここにですね、支笏湖ってあるんですね。で、洞爺湖というのは、南側にですね、有名な山が2つありまして、有珠山と昭和新山なんですよね。両方とも火山ですね、これ。で、山で言いますと、ここにですね、羊蹄山ってあるんですね。ちょうどこの辺ですね。羊蹄山。羊蹄山っていうのは、蝦夷富士と言われてまして、シェイクが非常に綺麗なんですね。蝦夷っていうのは昔のね、北海道の旧国名ですが、蝦夷富士というんですね。で、あとですね、湖で言いますと、東側にね、道東にいっぱいあるんですよね。まあ、いっぱいというか、その、有名なのがありまして。まずですね、屈斜路湖がね、あるわけですね。で、その南側にですね、阿寒湖。こっちに真っ白湖。ここに阿寒湖ですね。で、これが阿寒湖で摩周湖。で、網走のですね、西側に能取湖と佐呂湖ってあるんですよね。こっち佐呂湖。いいですかね。で、湖の説明しますと、阿寒湖っていうのはこれマリモで有名なんですよね。マリモって皆さんご存知ですよね。なんか緑っぽいこう丸いね、やつありますよね。で、阿寒湖っていうのはまあ姫松のね、釣りとか、あとマリンスポーツもね盛んですよね。マリンスポーツというか、すみません、ウォータースポーツですね。湖でのそのね、モーターボートとかね、それも盛んだと。で、あと、屈斜路湖はですね、これはですね、ここにあるんですが、日本最大のカルデラ湖ということで、カルデラ湖っていうのは、要するに火山の噴火によって、その凹んだところにできたね、湖をカルデラ湖っていうんですが、で、クッシーっていうですね、まあ、ネッシーみたいなね、まあ、そういう、生き物がいるんじゃないかとかね、
まあ、それもあると。で、まあ、シルコっていうのは透明なんですよね。まあ、世界で2番目って言われてるんですが、まあ、いずれにしてもね、透明度が非常に高いと。透明度が高い。まあ、綺麗ってことですよね。で、霧の亜州湖っていうですね、まあ、これもですね、歌がありましてね。まあ、北海道っていうのは本当にそういう意味ではね、歌謡曲、演歌をね、まあ、知ってればね、理解が非常に深まるわけなんですけどね。まあ、そういうのもあるということですね。でですね、それで、ですね、能取湖っていうのは、アッケシソウといいましてね、まあ、赤っぽい、ね、色のね、まあ、その草がね、生えると。でそれでも有名なんですね。で今度はですね、そうですね、あ、それで湖は、支笏湖がですね、これの特徴としては日本最北のですね、不凍湖ということで、まあ、その日本の中ではこの支笏湖は、ね、こう凍らないんですよね。一番北の、凍らないその不凍湖の中に一番北にあるということですね。で深さもですね、非常に深くて田沢湖の次ってありますよね。ですから深さも深いということですね。洞爺湖はね、まあ、洞爺湖サミットがあったところなんですけども、まあ、南側にね、火山が2つあるということですね。はい、よろしいですかね。で、じゃあ次国立公園見ていきましょうね。国立公園がいっぱいあるんですよね。まずこっちがですね、ここが釧路湿原で、この辺釧路湿原。まあ、釧路川沿いにですね、湿原がね、日本最大の湿原が広がっておりまして、まあ、ここは釧路っていう都市があるんですが、日本最大のね、湿原であると。で、あとは、タンチョウっていうですね、鳥がね、まあ、トライすると。タンチョウが住んでると。ですね。で、釧路川っていうのがこう流れてるんですが、それで、まあ、ここがですね、釧路湿原国立公園ということですね。で、知床がですね、知床国立公園と。で、北に行きまして、すみません、こっちですね、ここがですね、大雪山というですね、まあ、非常に有名な山がありまして、場所はですね、ちょっと真ん中あたりで、旭川の東からここですね、大雪山と。これは北海道で一番高いんですね、旭岳っていう、まあ、山がありまして、そこがね、一番高いと言われているんですね、北海道ね。で、その大雪山があるところが、大雪山国立公園と。で、北に行きまして、さっき利尻島とね、礼文とやりましたけども、利尻、礼文、サロベツ。サロベツっていうのはこの辺にあるんですね。サロベツ、利尻礼文、サロベツ、国立公園と。がここにあると。で、南に行きまして、支笏洞爺湖。ちょうどここですよね。支笏洞爺国立公園と。じゃあここになりますよと。いうことですね。で、あとは、そんな感じですかね、国立公園ね。
まあとりあえずね、あとここですね、阿寒湖のところ、ここは阿寒国立公園ですね。6つもあるわけですね。まあこんなとこはなかなかないんですよね。ということですね。で、次ね、温泉ちょっと見てみたいんですが、温泉がですね、まずね、登別って有名なのありますよね。登別温泉っていうのが、ちょうどですね、この室蘭のこの辺ですね。登別温泉。で、ここはね、温泉も有名なんですけどね、ふもとにですね、熊牧場っていうですね、まあ、熊がね、いるその、まあ、動物園みたいなのがありまして、まあ、それも有名なんですよね。がありますよということですね。あと地獄谷っていうのもあるんですけどね。あとね、有名な温泉で言いますと、層雲峡温泉っていうのがありまして、層雲峡っていうのはですね、大雪山の近くで、その石狩川沿いなんですが、ここですね、ここに層雲峡っていう、まあ、渓谷があるんですけども、ここにね、層雲峡温泉というのがあるということですね。あと温泉で言いますとね、ウトロ温泉っていうのが、この知床のね、ここのところにウトロ温泉っていうのがある。まあ、知床温泉って言ったりするんですが、まあ、というのがあると。あとは、川湯温泉っていうのが、ですね、屈斜路湖と摩周湖の間にあるんですが、ちょうどここですね。ここに川湯温泉があるんですね。まあ、とりあえずそれを覚えていただければなというふうに思います。で、あと温泉で言いますとね、札幌の近くに定山渓温泉ってあるんですよね。定山渓温泉。で、函館には湯の川温泉ね。で、小樽には、小樽にあさり川温泉ですよね。で、富良野はね、さっき言いましたよね、まあ、北海道のへそってやつですが、ラベンダー畑がね、広がってますので、非常にこう綺麗なんですよね、フラワーがね。あとは旭川は、ね、さっきやりませんでしたが、旭山動物園というですね、動物園なんですよね、これね。ここの動物園、非常にね、今人気ありましてね、いわゆるですね、行動展示といいまして、まあ、場所も山腹にあるんですが、その展示の仕方が、ね、特徴的なんですよね。つまりただ展示するんじゃなくて、その動きがあるといいますかね、その動物がどういうふうにこう行動してるかっていうのをね、いかにこう見せるかっていうのね、に、まあ、その工夫を凝らした動物園で、まあ、そういう意味でも、ね、有名であるということですね。あと、ここが海がね、オホーツク海ですよね。まあ、流氷で有名なね、オホーツク海ということですね。で、ここがですね、内浦海。ここは内浦海で、ここは石狩湾ですよね。で、石狩川がこう流れてるんですね、こっちの方から。まあ、北海道一番ね、大きい川ね、石狩川っていうのが流れてるということですね。という感じですかね。
で、まあ、札幌ね、まあ、札幌の話はしませんでしたが、まあ、札幌と言いますとね、まあ、県庁所在地ですから時計台が有名ですよね、シンボルとしてね。あとは赤レンガ庁舎といいまして、今の県庁、昔の県庁の建物残ってましてね、旧本庁舎っていうのがありまして、まあ、それもね、有名であると、あとですね、藻岩山っていうですね、まあ、中心部はちょっと外れるんですが、530メートルぐらいのですね、山がありまして、そこに展望台がありましてね、まあ、そこからのビューが非常に綺麗であると。あと大通公園っていうのはね、中心部ありますよね、大通りってね。で、あとは、羊ヶ丘展望台っていうのもありまして、まあ、そこはですね、フランクっていうね、ボーイズビアンビシャスって言った人間の、まあ、言ったその、博士の方いますよね、クラークさんね。クラークさんのその像があると。で、あとは、函館に関しましては、函館言いますとやっぱりね、五稜郭ですよね。まあ、星型の形をした、まあ、洋風のお城なんですが、まあ、江戸時代に作られまして、で一番有名なのはね、戊辰戦争でね、まあ、交戦したっていう意味で、まあ、五稜郭の戦いってありますけどもね、まあ、そういうのも残ってると。あとは函館に言いますとね、函館山っていう、まあ、山がありまして、まあ、そこは夜景きれいなんですよね。まあ、大体港町っていうのはね、神戸もそうですし、まあ、長崎もそうなんですが、夜景が大体綺麗なんですよね。まあ、函館もね、もちろん綺麗であると。夜景が綺麗と。あと、たちまち岬っていうですね、まあ、岬がありまして、そこはですね、いわゆるその、まあ、そこもビューが綺麗で、イカ釣り船のイサリビが見れるってことでね。まあ、非常にこう、ロマンティックなね、場所があるということですね。あとは、旭川はですね、旭山動物園と、あとね、まあ、ユーカリっていうですね、まあ、染め物のね、工芸品があるんですが、その工芸品が、工芸館があるということですね。あとは、網走に行きますと、先ほど言ったようにね、流氷が見れたりとかですね、まあ、流氷っていうのは、まあ、何月来るのって話なんですが、まあ、大体1月から3月なんですが、まあ、年によってね、まあ、温暖化したりしてるんで、ちょっとなかなかね、こう、いつっていうわけにいかないんですけども、大体まあ、その辺の時期に来ると。で、あとは、まあ、網走監獄っていうですね、まあ、そのプリズンがあったので、その博物館があるのと、あとは、能取湖っていうんですね、まあ、その湖があるということですね。で、まあ、そんな感じですかね。じゃあね、ちょっとね、お祭りなんですが、2月ね、札幌雪まつりありますよね。まあ、これ有名ですよね。あとはですね、6月にですね、よさこいソーラン祭り。これも札幌ですよね。よさこいソーラン祭りと。で、あと10月にマリモン祭り。まあ、マリモはね、先ほど言いました、阿寒湖の、まあ、お土産ですよね。で、あと食べ物で言いますと、ジンギスカンですね。ジンギスカン鍋ってありますよね。まあ、特徴的なこう山形した鍋ありますよね。まあ、ジンギスカンっていうのは、いわゆるその羊の肉の、まあ、焼肉ですよね。で、あとはですね、ルイベっていうのがありまして、まあ、ちょっと私もこれアクセルよくわかんないんですが、凍らしたですね、まあ、鮭、まあ、鮭の刺身みたいなもんですよね。凍らした魚をですね、まあ、そのまま食べるんですよね、鮭をね。まあ、そういうルイベっていうのがですね。あとは三平汁、石狩鍋と。この2つは非常に似てるんですが、三平汁っていうのは塩漬け魚に野菜を、ね、入れた、まあ 鍋ですよね。
石狩鍋っていうのは、あの味噌のね、調理したもので、まあ、鮭をですね、その味噌で調理した、まあ、鍋であるということですね。あとお土産で言いますと、木彫り熊ってありますよね。まあ、これはよくあの玄関とかで飾ってる家ありますよね。熊がその鮭取ってるようなね、木彫り熊とかですね。あとは、まあそんなぐらいですかね。まあもちろんマリモとかもそうなんですけど、まあ、ね、たくさんもちろんあるんですけどね。あとは、これだっけ。まあそんなぐらいですかね。まあ、ユーカリっていうのね、ありますけどね。まあ旭川のところに博物館ありますけどね、ユーカリっていうですね。まあ、染色工芸品ということでね。まあ、染め物ですね。はい。ということでですね、北海道は、非常にね、まあ、観光資源が多くて、面積も大きいところなんでね、ちょっとね、粗い説明になってしまいましたが、皆さんね、北海道というのは、観光地としても非常に重要なところですから、確実にね、復習をしといてください。